ジウンのスムース4を試しています。こうやって基本ここでインターフェースがまとまってるんで、操作系はね結構やっぱやりやすいですね。うん、操作しやすい。スマホを触らなくていいんで、ここで全部完結できます。それはねすごくインターフェース進化してるなぁと感じました。すごいいいですね。はい、ちょっと走ってみますね。今ブランコのとこに姫がいますが、そこまで走ります。どうなるか。走りました。面白くなかった？面白かった。もう一回やってみようか。思いのほか好評だったんで、もう一回やってみます。今ロックモードで使ってます。じゃあ行きます。いいよ。はい、面白かった。あ、パパ鼻水、鼻水出ましたね。パパもう一回やってみて。もう一回やるの？もう、あ、パパここ飛び越えてますからね、僕。あ、パパ、ね、なかなかアクションカメラマンですよ。もうしない、疲れちゃった。はい、というわけで、ジウンさんのスムース4を使っております。やっぱ使いやすいですね。このボタンが特に使いやすい。今ロックモードでずっとね使ってて、でフォローモードにしたいときはこの下のボタンを押して、で被写体がどっか行ったときは、あ、こっち向けたいと思ったときはこう上ボタンクイックフォローモードにして、キュッとこっちに向けて撮影みたいなことを、やっておりました。これやっぱこのボタンすごくいい、すっごくいい。それで、今回から分かりませんが、スリープモードに入ってくれるロック機構っていうのがついてて、これがね結構便利です。ちょっとここにロックがあるんですが、今からスリープモードに切り替えますね。これ電源入ったままです。ここをキュッとこうやると、これでスリープモードに入ってくれると。まあ要はスリープした状態、電源入ってるんだけどスリープした状態になってくれて、で、すぐ撮影したいと、もう一回撮影を再開したいときは、こうやってクッとほら戻るんですよ。
戻ってくれる、すぐ撮影できるように電源が入って起動してくれるというスリープモードが追加されています。この機能もなかなかよろしい、便利ね。はい、スリープ。でこれでこうカバンにね、今ガーッと突っ込んで、で移動して、でパッとまた出して、あ、撮影撮影っつってこう起動するのね。あら、これかなり便利です。ね、結構子供走ったりいろんなとこ追いかけてフォローするんですけども、これはなかなか撮影してて楽しかった。やっぱこのフォローモードのボタン、そしてこのクイックフォローモード、これはすごく使えるな。いやだから確実に進化してますね。使い勝手がすごく良くなってると感じました。ジーンさんのスムース4、うん、まだね僕こっちのアプリをね使いこなせてないんで、こっちをもうちょっとねこう突き詰めていきたいなと思っております。あとこれねダイヤルもねまだね使えるような場面に合ってないんだよな。うん、